ご飯の時間がやってきました。イエイイエイ、はい、はい、ということで、2020年もあと本当数時間で終わってしまうということなんですけども、そうですね、今年は本当になんかいろんなことがあった年だったと思うんですけども、世の中の状況も一気に変わって、本当だよね、自分らが予定してた仕事も、全てなくなったと。そうだね、もう今年始まった時にあまり予想もしなかったんですけども、YouTube は続けてこれた、なんといっても今年はやっぱり10万人登録者の方が来てくれたということで、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱ見てくれる人あってのことですからね。もちろんなんかちょっと変な口調になってるけどさ、本当ありがたいと日々思ってるんですけども、はい、そんな中でまあ年末ということで、今日なんかちょっと話すテーマがいくつか、やっぱり今年はね、いろいろと自粛で行けない店なんかも たくさんあったかと思うんですけども、はい、それぞれ今年ね、行きたくても行けなかったお店、はいはいはい、ありますよ、あるよ、これ来年のためにぜひね、ちょっと、実を言うと今年ね、九州、九州方面とか、北海道、はい、東北、関西方面、とにかく日本全国行く予定ではあったじゃないですか、ね、そうで、もうその中で頭の中にここっていうふうに決めてた時も結構あったんですけども、あ、関東、はい、近辺でもなかなか行けなかったですよね。確かにもうあの時期ね、もっと出れないみたいな言うからね。ということで、じゃあ誰からいきますか。そうだね、じゃあ言い出しっぺの、あいちゃん、言い出しっぺ、はいはい、今年はね、広島にも行く予定だったのが、行けなかったじゃないですか、広島の、お好み焼き、どの店っていうのはちょっとこう限定して言えないんですけども、広島のお好み焼きにね、行きたかったんだけど、行けなくて残念だったなと。あ、来年こそ行きたいなというふうに思ってます。来年広島に行く予定はもう決まってるので、そうだね、年末なんですけども、その時に行けたらいいですよね。そうだね、もうちゃんとこのまま順調に落ち着けば行けるということで、じゃあ次俺行こうか。実は自分はね、本当に九州ってさっき言いましたけど、ずいぶん前に行ったっきり、もう一回行きたい店があった。佐賀の本村さん、で今年行ったでしょ。行きました。あれ動画見て、もうなんかあれのなんかさ、羨ましいね。動画アップしてないですよまだ見たのかいあれ俺見たよね。やっぱあれは本当に行きたくてね、ああ行きたいなという感じ本当もう本当それにつける本当羨ましくてさなるほどね、いっぱいあるんで、でも中でもあれ本当にということでした。結構前から言ってるもんね。そう、そうね。羨ましいとは、あ、自分は、赤坂にある雷屋さんのシャトーブリアン、それはね、食べたいなって思って。まさかその名前出るとは。あ、そう、そこに来たか。あそこはね、あのシャトーブリアンは、もう一回食べたいなと思ってたんですよ。すごいね。あれすごかったよね。うまかったですよ。いや、すごいけど今年なんだかんだ言ってもかな、九州も行ったり、富山もいろんなとこ行ってる、メロンシティの口からまさか赤坂の店が出ると結構マジビビった今。あ、そう。すげえ。あれね、また行きたいですね、来年はね。今年1年振り返ってね、はい、いろんな人との出会いもあったと思うんですけども、はい、自分がこう思い浮かべて印象に残ってる店長さん、名物店長。あ、名物店長、ロイドご飯の中に出てきた人ってことですね。はい、ちょっとこれを聞きたいなと。あ、じゃあ今回は自分からいきましょうか、お、もうこれもう一人もありますよ。え、待てちょっと待って、当てていい、当てていい、当てるもん、分かんないな、分かんないな、見送り三振。確かに当てるって言いながら取った。ちょっと待って、これは後でほらできるから、ちょっと待って、俺これセンター座ってんだから。いや、俺なぜか言っていい、今メロンシートの顔見たら、メロンシートが一番なんか名物店長っぽいなと思ってさ。いやいやいや、俺キャラ濃いじゃん。キャラ濃いか。濃いよ、めっちゃ濃いよ。俺薄いと思うんだけど。え、話飛ぶけど、ロイドチャンネルやってるじゃない、はい、あれとかもキャラ濃すぎて、チャンネル名ロイドチャンネルじゃない方がいいんじゃないと思うぐらいよ。あ、確かにそれは、ね、結構それ言われますから、ね、でしょ、なんかもうメロンチャンネル、メロンちゃんなんかわかんないけどメロンちゃんいや、なんか募集したりしてさ、でもあれは結構もうすごい、ということで、じゃあ来年ね、名前を変えましょう。おお、来年って明日か。え、早い早い。簡単に変えるわけじゃないでしょ。いや、もう簡単に変えましょう。こういうとこ早いよね。店主の話がずれてたんだ。それはもう変えるよ。いきなりその話。お前、いや、なんかさ、こういう店主いたら、え、誰だろうな、名物店主。あ、てか、会いたい店主。あ、わかった。堀江のおばあちゃん。
ブブーああちょっと今のまだ今のも当たったろためがすごかった。いやいあのなんかあんまりよく聞こえなかったあこの距離で滑舌の問題かごめんあのね、うん、ラーメン二郎のひばり川か、うん、あーそっか、ね、なんか俺あのスマートあそうだねもうね自分の中では、うん、すごい人だなと思ってます。いや本当だよ、うん、もう特に真子が行ったね、うん、12月のね、はいはい、あの動画とか見てると、うん、本当に早送りじゃないかなっていうぐらいの速さこれ本当だマジだよ、ね、そうでねあとやっぱあの仕事っていうものをすごく楽しんでるというか、うん、真剣さんだけじゃなくちょっとギャグもあるからねなんかの、うん、なんかもう本当にもうとにかく一回仕事ぶりも、うん、目の前で見てみたいなと、うんそうだよね、うん、考えてみたら自分しかまだ行ってないんだもんね。そうなんですよ。あそうだ、うん、数あるラーメンっていろんなとこ回ってきましたけど、うんうん、もう一人だけ抜きんでて、うんうん、強烈な印象があります。確かにね、そのラーメンに対することを語ってるのを聞いたことはないのに動きから伝わるっていう黙々と仕事をラーメンについて語る人の方が圧倒的に多いよね。画面越しでもあれだから時間になったらすごいかもね。本当にもう多分あったら目がハートになってる。いやハートかどうかわからないけどでもそれぐらい、うん、頭の脳裏に焼き付いてる人です。いつ見ても惚れ惚れする動き。ああもうおっしゃる通りです。それは確かに確かに当てられなかった。あやちゃんは高円寺の天助、あの天ぷら屋さんなんですけども、はい、あそこの店長さんは、うん、あのすごく面白かったなっていうので、うん、印象に残ってます。まあ自分はもうね結構シンプルなんですよ、うん、もうクイズにしたら自分で言っちゃいますけど、はい、やっぱりさっちゃんのおじさんがね、もうおじさんと思わず言っちゃうんですけど、なんかもうあの方だけが、うん、唯一、まあ、自分はやっぱりこう店主さんとお話しする機会非常に話しかけるの好きだしあるんですけども、うん、なんか唯一もう店主っていうのを超えて、うん、自分のおじいちゃんと会ってるような感覚に勝手にこっちが特にね、あの3本目の動画とか、うん、いい動画でしたね。ねえ、あの方は本当に動画で伝わること以上になんかこう、いろんなことがあって、自分実はお飲み物をね、あったかいのね、ペット、たかたかってペットボトルなんですけどあげたの飲んだ時、朝方にちょっと飲んで、うん、あ、甘くてうまいって言った一言でなんかね、あんだけぐっと寒い中働いた あんま飲んでないんだけど働いた人がね、本当に素朴な一言で結構自分なんかこうそういう感動する場面が何個もあって、あ、本当に印象的でした、うん、あの方は、うん、まあ、そういう意味ではね、まあ、今年いろんなお店に、まあ、回れるだけ回ったっていうところもありますけど、うん、今すぐ行きたいお店、今年行ったお店の中でね、あ、今年行ったお店の中で、うん、今すぐ行きたいですね。今すぐ行きたい、俺も秒で答えられる、これもぜひ、うん、結構これ悩むかな、うん、じゃあ、マコか、じゃあ俺ね、もうね、あっさり行くとけど、カニ屋さん、あ、まあ、家系ランキングの時も僕行ってるんですけど、うん、もうなんかね、最後の結構最後の段階に入ってあんま行けなかったんですよ、いろんなことで、うん、仕事とかいろんなスケジュールで、うん、カニ屋さんは今すぐ行きたい、うんうん、です、自分は、うん、あ、私います鶴橋の寿司銀さん、そうね、自分も悩みましたね。うまいよ、あそこは本当にうまいですね。私実は分厚いのって苦手なんですよ、うん、あのネタがね、うん、だけどあそこに関してはあの厚さがあるからすごく美味しいし、印象にもすごい残ってしまうの。シャリの量とあのネタの分量も最高です、ね、うん、それ動画内でも見てて、うん、あんまり寿司に興味ない自分でもさ、なんかいつもね、二人が行ってる間違うとこ行ってるから自分そう、なんか一回ぐらいは行った方が行った方がとか行きたいなと、いつもなんか違うとこ飲んでたりするからね、あの時間で、しかもさ、うん、行くってなった時にやっぱりってなる。今こんな、いや、まあね、まあそうなんですよ、はい、魅力的なお店多いからあの辺はね。そうなんですよね。ね、メロンシートはこれね、何件か迷った中でガモ、お、あ、今クイズで当てようと思ったら全然違う。さぬきうどんの、なるほど、うん、超意外だった。ほんと、うん、いやもう今厚木屋さんって言うかと思った。いや厚木屋さんもすごい好きなんですよ、うんうん、だけどほら全部ですから。そうだね、だから全部の中のどこが永遠に食べてたいかなと思って。永遠にもうだからそんなに永遠に食べたいっていうか、ガモのうどんは、うん、特に冷や自分好きなんですけど、冷たいですね、うんうん、もう本当に好きですね。ああ、うん、なるほど。すごい。まあね、でも一個言うとね、あのメロンシートがあのガモーさんってあのね、本当に店の前にちょっと小川、うん、何あれ、うん、流れてて、うん、なんともいない牧歌的な、めっちゃ馴染んでんのよ。
いや、みんな馴染んでるよ。いやいや、なんか一人だけお地蔵さんになるぐらい馴染んでるよ、メロンシート。マジマジ。すげえ似合う。しかも子供の頃からメロンシートは実は高松には行ってることがあったの。何回かね。ね、そうだから車で今運転しながらいつも語ってくれるのはね、ガモ確かに似合う、ガモが似合う。本当に、まあ、もう何十年も前の話ですよ、はいはいはい、初めて行ったのはね、うんうん、40年ぐらい前の話じゃないですか、初めて行ったのは。そうかそうか、35年ぐらいかな、でももう本当に相当前なんですけど、行った時に、田んぼの中にさ、ポツンとある小屋に行って、本当もう、なんていうの、自分でね、初めてですよ、自由に入れて、そうだよね、ネギとか入れてね、だからそれを初めて食べた時に、実を言うと、うまいと思わなかったんですよ。なんかね、地元のあれとあまりにも違うで、自分はやっぱり関西なので、関西のうどんが圧倒的にやっぱり好きでね、ここの時は、あの柔らかいうどんが、で、初めてその讃岐うどんで食べた時に硬すぎて、味わからんって、なんかゴム食べてるみたいっていう印象だったそれが、今や、本当に讃岐うどんの良さっていうのが、年を追うごとに分かるようになってきて、またね、トッピングもいいからね、あそこはね。いやもう、それなんですよ、まあ、あのガモの、はい、天ぷら、本当にうまいですめっちゃ、どんだけ乗るかぐらい頼んでるもん、いつもね。いやもう、器がちっちゃいと思うんですよ。あ、まあまあ、まあ、どっちかよね。確かにね、そう。いや、いつもあそこ、なんていうの、あそこ行くと他のうどん屋も行きたいから、やっぱり抑えなきゃ加減がね、ついこう乗せちゃうんだよね。そう、特にあのエビのかき揚げ、うますぎるよね、あれ、震えるよ、あれ。あ、震えてたんだ。いや、ほんと、あ、やけに、やけに椅子が揺れるなって震えたんだ。あれ、あ、そうなんだ、そうなんだ。すごい、いつも興奮してるのはめっちゃ記憶にある。自分も食べた気になるぐらい。もう静かに興奮してる。あ、そうなん。いや、そんな静か、まあそうか。めちゃくちゃうまいっすね。あ、そうだね、うまいね、ほんとにうまい。ガモ、ガモ、あー、そうか。やっぱ結構それぞれバラバラなもんだね。面白かった。やっぱりマコ家系やな。うん、そうだね。俺なんか春田の思考回路が。マコ杉田屋さんとかって来るのかなと思って。ああ、結構実は杉田屋さんはまあライブのたびに回れるから意外とコンスタントに行けたわけ。カニ屋さんは意外とね。近いやん。近い近い。めっちゃ近いって。めっちゃ近い。そうね。まあ自分で行けばいいんだよね。いつも MC とタイムにしてるからさ。ね。行きますよ。本当行きたいんです僕は。はい、ということでした。まあ今年ね、マコはもう今年家系ラーメン300件ぐらい回ったんでしょ。またまあ、ダブりながらでも300件ぐらい行った、300回ぐらい行ったってことでしょ。行った行った行った。それでね、この間のランキングとか決めるのは難しすぎると。本当に難しくて、あの、そうそう、本当に難しいんですよ。だからせめてね、3ヶ月に1回ぐらいはね、やった方がいいんじゃないですか。それやらせてもらえると、ナイスアイディア。なんかね、ほんの変な話、こう吹き出てくる、なんかね、もうたまりすぎて1年だと、もうちょっと難しいね、まとめるのは。いや、たまりすぎてるわけじゃなくて、忘れてしまうじゃん、言い方やものは。まあまあ、そういうことなんですよ。だから3ヶ月に1回ちょうどいいと思います。まあ、ということでね、今年1年間、本当にあの、今までのロイドご飯の中でも、自粛とかがあって、県外に出ることが少なくて、本当にこの横浜とか、近辺が多かった年ですよね。そうだね、本当に。そう。本当に、まあ来年は少しでもね、こう動けるようになったらいいかなと、そうだよね。期待もありますね。そうだよね。本当にね、九州とかもまた行きたいし。そう。まあ、だからこそ、今年ね、ロイドチャンネル、そのキャンプとか自分は、始めたりとか、まあ、できたんですけど、あとフラメコロイドのね、チャンネルにもこうギターの動画を出せたりとか、そうだよね、そういうことはできましたね。家にいる期間が多かったんで。あ、ロイドチャンネルの方は名前変えるけど、フラメンコロイドの方は名前変えないよね。どう変えるの、ね、いや、勝手にバンド解散して一人で活動してたらどうしようかなと思って。あり得るじゃん、もうお前ラーメン食っとけみたいな。なんかあり、二人でやってるとかやめて。ちょっと待って待って。そういう、自分がそうしたいんじゃん。あ、違う違う、そういう前振り、そういう前振りじゃない、そういう前振りじゃないです。いや、だってほら、日々自分一人でラーメン食べて、二人は違うとこ行ってるから、何食べてんのかな。そんなにラーメン行かへんでしょ、普通。まあね。まあね。まあ確かに。でしょ、で、本当に好きでしょ。いや、好きね。しかもこれね、本当に初めね、自分、まあ何回も言ってるけど、ラーメンもともと好きじゃなかったじゃない。食べ物そんな好きじゃなかったじゃないですか。食べ物は好きやろ。言い過ぎやろ。言い過ぎか。いや、でも本当に 何日も同じもの食べて平気な人間だったのが、やっぱあの、変えたのはメロンシードといったら杉田屋だよね。もうあの日で全部変わったからね。もう家系あの日からもうね。まあもう 何回話すなって話なんですけど、これはもうそんな。よかったじゃあ。まあ多分自分は肉好きやけど、やっぱりある程度毎日はやめとこうと思いますからね。あ、そうね。バランス。毎日全然食べられる。食べられるよね。食べられる食べられる。もう肉余裕。赤身やけどね。赤身ね。赤身に限りますけど。あ、そう。
まあ、そういうことで、まあ、2021年、はい、それぞれ行きたいお店っていうのもね、ちょっとまたお話ししたいし、うん、ちょっとお互い聞きたいなって今思いました、うん、頭にね、思い浮かんだと思うんで ね、まあ、それはちょっとあの元旦の動画で、ね、行きましょうよ、はいはいはい、はい、ということで今年1年間、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来年。